はい、テニス選手の中です。今日はですね、プロになった実際ね、選手がどんな努力してたのかなっていうのね、実際、まあ私の前にね、結構ね、見てると、プロになった選手もね、こう、まあ、いろいろね、うちのところにこう、ジュニアね、通ってくれたりとか、それから、なんかこう、うちの試合に来てくれたりとか、そういう子たちが、じゃプロになった子って、まあ結構いるんだけど、どんな練習したのかなとか、どんな、環境だったのかなっていうね、そういうことについてね、ちょっとお話したいと思いますね。ガシャ当たりは、スイートスポットの位置感覚がずれてるだけ。重さで確認、トンカチラケット。瞬時に当たります。詳しくは概要欄で。で、ちなみに、まあ、今回のこの動画とか、まあ、最近そうなんだけど、過去のブログなんかを交えてやってるんで、過去のブログとかそういうのを資料を出しておくので、それも合わせてね、見てもらえれば、いろんなね、情報は入ると思うんで、こう、見といてくださいね。まあ、別にプロにならなくても、まあ、みんな強くなりたいとはこう思ってると思うんで、なので、まあ、こういうのって参考になるのかなとか思ったので、で、率直ね、ただプロを目指した子がプロになったのかあったら、そうじゃなくて、なんかこう、まあ変な言い方悪いけど、まあ、たまたまっておかしいけど、こう、たまたま頑張ってて、たまたま強くなってて、気がついたら強かったから、プロになろうか、みたいなの方が、なんか実際多いんじゃないのっていうね、そんな感じがしてて。で、逆になんかプロ目指してやるんだとかで必死になってる子がなんか息切れてね、なんかこう、しおれていくとかで、そんな感じのも結構こう見てるので、必ずしもこう望むものに与えられるものではないんだなっていう風なね、感じが厳しい話しますよね。で、別にプロになる、なかったけど、テニスが好きで頑張ってて、なんか強くなっちゃって、で、ね、ここまでレベルが上がってきたし、じゃあ、やっぱりプロもなれるのかな、とかと思ってなっちゃったとかね。まあ、実はそっちの方が多いんじゃないのかな、っていうのがね、こう、現状ですよね。まあ、私の、ね、知り合いとか、私の後輩の息子とか、まあ、同僚の村の娘とか、いる、もうプロで今頑張ってるんだけど、その子らの小学校の時って別にプロって考えてなかったと思うね。まあ、頭の中じゃね、プロになれたらいいなとかで、ね、そんな多分みんなあると思うのよ。で、でも、なんか特別になんかやってきたっていう感じはしないのね。で、特徴で言えば、やっぱり何なんだろう。こう全員言えることは、やっぱり球感良かったよねって、以前にも言ったんだけど、プロになった人を調べたんだけど、まあ、利用者連れて行ってね、体とかいろいろ調べさせてもらったんだけど、何が優れてるって言ったら結局、球感が良かったんじゃないのっていうね、そんな感じなんですよ。で、そういう子らが結局、なんか自然に強くなって、こう、プロになっていったのかな、みたいなね。で、世界で戦うような子っていうのは、その中でも小学校ぐらい、の時に、まあ、森田ファンドが、まあ、日本一かなんかなって、森田ファンドかなんかかかって、で、海外で修行する環境を与えられて、まあ、世界で活躍するようになっていったっていう風なの感じなのかなっていう、そんな感じなんですよね。で、やっぱりその一生懸命頑張ってる子もいるんだけども、その頑張ってる子の多くが、どういうんだろう、こうポイントを抑えてないんだろうなと思うのね。ポイントってのは何でかっていうと、強くなったことは球感、まあ、下にも出したけど、転移能力と識別能力っていうのがすごく優れてて、で、その能力で助けられて、まあ、強くなっていった。で、そうじゃない子っていうのは、なんていうかな、そういう部分がやっぱ欠落しちゃってるから、で、多くの指導がフォームとか形とかそんなのばっかりでしょ、結局。で、それで何なんだろう、直すから、身体能力の重要なここを伸ばさなきゃいけないっていうところをピンポイントでやってないから、結局、こう、ついえていくんだろうなと思うのね。で、まあ、うちにいた選手でもう引退しちゃったんだけど、プロになったのがいるんだけど、その子、球感なかったんだよね。極端に言えばね。どちらか陸上型だったんだけど、以前にも話したんだけど。でも、やっぱりその球感っていうものをつけなきゃいけないっていうことで、それ3年間ぐらいかけてやったんだよね。で、まあ、プロになったよね。それは、それでね。
まあその子はもうプロになりたかったらプロを目指していってやってた子なんだけど、なのでなんていうのかな、やっぱり多くがその自分の努力しなきゃいけない部分っていうのを正確につかめてないんだろうなっていう風な感じがするんですよね。なのでそのどういうんだろう、ちょっと言い方悪いけど、もう本当に、まあ、テニススクールね、ちっちゃい子から私も教えてたとかしたけども、もうできる子って決まっててね、いきなりだって打て出すんだもん、こうね。で、それが当たってコントロールして入るんだもん、こういきなり、極端に言えば。で、それがそのまんま上手になるから上のクラスにポン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 上がっていって、で、それが優勝するわけですよ。なので、そういう子はおそらく、まあ、よっぽどひどいとかだって、向いたろうけど、まあ、そこそこちゃんと強化するシステムを持ってるスクールだったら、まあ、どこ入ってもそれなりに上がるんじゃないの？極端に言ったらね。で、そうじゃない子っていうのは、なんていうか、いつまで経ってもミスするのよ。こう、ミスが減らない。いつまで経ってもダメなのね。なら、厳しい言い方をすると、その12歳ぐらいで日本の上位に上がってる子ってミスしないもんね。簡単に言えば。だからミスなんでするのって言ったら、やっぱり微妙にずれるか、微妙に距離感が合わないか、微妙に何かなのよ。なので、そこをやっぱりこう、修正しないと。で、それでそれを修正しきった子がやっぱりプロになったのね。うちなんかでもそうなのよ。そこを着目した。だから、この形はこうとか、この形はこうとか、打ち方はこうとか、なんとか打法にするとかということは、一切やってないんで、極端に言ったら。まあ、動きを作るって言った方が早いかな。だから形から作るんじゃなくて動作から作っていった。で、その基本となるのはやっぱり前提としてあるのはボートの距離感と扱いがあるという土台の中で作っていってるから、そこをやらないと厳しいだろうな。もう一回言いますよ。ボールとの距離感とか、それと扱いっていう土台の元の上にいろんな、例えばこう技術を乗っけないと無理なんじゃないのってことなんで、多くが逆で、球感もないし、扱いも悪いのに、綺麗な形ばっかり教えるもんだから、だから綺麗な形があって、いいボールはポーン行くんだけど、ずれるんだよね、極端に言えば。それを何年やってるのっていう感じなのよね。何年やってるそれっていうね。もうそのところ、時点で、ちょっとね、皆さんの言うと厳しい。言い方かもしれませんけど、見込みないんじゃないの、正直言って。だから、多分、もう、お怒りだとは思うんですけど、だったら、もうちょっと、距離感と、それと棒の扱いっていうところにもうちょっとフォーカスしたらっていう思うのね。そこだと思うのね。で、そこをやらずにして、なんか、振り回し練習とかね。走り込みとかね。いや、悪いわけじゃないよ。でも、球感とね、扱いのない子が振り回しやったところで、何の効果もないと思うよ。追いついて打てるんだけど、多分入らないんだろうねっていうのが、なんか見えるもんね、正直言ってね。で、それをずっとやって、いつまで経ってもやらないんだったら、多分見込みないんだと思うの、正直。だから何度も言うけど、もう、こうパーッと上手くなった子って最初から打ててコントロールできててミスがなくて、まあ少なくて、それは最初は初心者からミスするけどね、少なくてすぐミスはクリアしてて、で確実にコーナーにポンポンと入るんだもんね。まあ厳しいけどそれが苦労なくできたことで、早く気がついてそれを苦労して得得した子、早期にね、そこなんだよね。そうしないと多分こう厳しいんだろうなとはこういうふうにこう思う。で、もともとだからなんていうか入る子っていうのは自然に上位に行くから、結局ね、ランキングがいつの間にか全日本ランキング上物に来てるから、じゃあプロになるかなとかってこうなるんだろうけどね。
まあ、そういうことでね、まあ、一回だから入らない人は分析してみたらと思うね、こう自分自身をね。なんで、まあ言うたら、どんなに綺麗なフォームで打ったって、ラケット面のこう当たるのが、0コマ何ミリずれたら向こうでも何十センチとか何メートルってずれるんだもん、極端に言えばね。だから、コーナーにこう入ってるってすごい奇跡的なことなのね。で、ちょっとこれ厳しい言い方なんかもしれんけども、私は体育のね、そういう学校みたいなところで、まあ、普通科なんだけど、体育のそういう専門の、この選択があったのね。だから、ほとんど授業体育だったのよ、高校の時はね。で、体育の授業ずっとその受けるんだけど、やっぱり、コーディネーション、まあ、その時コーディネーションって言われてなくて、調整力ってとこ言われてたんだけど、授業で、ま、もう勉強したもん、先天的なもんですよって。ね。でも、後から鳴らすことができるって。その鳴らしで、正直ない子を今までこう鳴らしてきたことに対して成功した子が対戦してるわけだから、だからもうちょっとそこのねコーディネーションとか定位っていうのをもうちょっと意識してやらないと、まあ必ずね、私ね、でもそのね定位と識別の練習レッスンっていうか練習はやるのよ、土日に一番最初にやるの。ね。一番最初にやるんだけどね、毎回それがね、右から左なのかな、なんかもう全部抜けちゃって、次来た時また同じことやってることが多いのね。なので、まあこれもでもやっぱいろんなスクールの教え方があるからね。まあそれで感化されちゃうのか何なのかちょっとわかんないけど、そこをちょっと、なんていうのかな。まあ、理論的な部分も含めてちょっと頭の中で一回整理したらどうかな、でいいんじゃないかなと思うのね。だからうちでは必ず保護者に、ね、ちょっと見なくてくださいって言って説明するときは保護者も集めて一緒に聞いてもらってるのね。保護者にも聞いてもらってし分かってほしいから、何をすれば上手になるのっていうね。だから今多分うちに来てくる保護者も多分見てくれると思うけど、言っときますよ、上手な子は最初からもう入るもん。入らないんだったら識別定位が悪いから、そこをなんとか意識してやるしかないんだよ。で、その方法は一番最初に私はアップの時に言ってます。ね。これは定位です。これは識別ですって言ってます。ね。それがなんで右から左に選手はなってる子が多いのっていうね。そこをもっと真摯に受け止めてやらないと多分厳しいんだろうな。まあ、実感ないんだろうね、こうみんなこう打ち方とかなんとかとかそっちの方にこうフォーカスしちゃうから、どうしても仕方がないんだろうけど、結局そのなんていうのかな、形じゃなくて体の中の機能面から見ていかないところは厳しいだろうなとこう思いましたね。もう一回言いますよ、もともと上手になってる子はそのまま何にもしなくても入るんだよ、ボールが入る。で、入らない子はいつまでたっても入らないんだよ。それを何年も続けてるの、ね、でそれがずっと続くんだったら、高校入ってもずっと続くんだったら多分見込みないんだよ、正直ね。で、見込みないんだったらないなりにそれ修正することを本当に考えないと、多分おそらくずっと出てるんだろうな。ね、しょうがないからなんかこうロブ上げ出すんだろうな、そんなのが想像つきますね。ちょっと自分の胸に当ててちょっと考えてみていただければいかがでしょうかですね。下の方にもいろんな資料を出しとくんで、今までの過去のブログとか私が戦ってきた今までの記録をねブログに綴ってるのをね出してるのでね、ちょっと昔ですけどね、でも大体内容わかると思うので一回ちょっと見てもらえればいいんじゃないのかなというふうに思いますね。トヨさん頑張ってください。